大友義茂、大友義茂、大友宗麟、大友義茂、大友、宗麟は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、戦国大名、キリシタン大名、大友氏二十一代当主、宗麟の皇后で知られている。大友氏は、鎌倉時代から南北朝時代にかけて、小西氏、島津氏と共に、幕府後家人衆の束ね役として、 県政を振るい、室町時代に入ってからは、大内氏の寝室に大使小氏と結び交想している。父は二十代当主、大友義明。母は、公家の傍城市の娘が、母とする説がある。弟に、大内義長、塩島丸、親邸など。子に、吉宗、吉宗、親や、親守など。中国名朝への県民選の派遣をはじめ、琉球。 カンボジア、ポルトガルを相手とした海外貿易による経済力、優れた武将人、巧みな外交により、半島を広げ、大内氏や毛利氏をはじめとする土豪、守護大名などの勢力が作綜する戦国時代の北九州東部を平定した。当初は全州に軽していたが後に、キリスト教への関心を強め、ついに自ら洗礼を受けた。最盛期には、 九州六カ国を支配して、半島を広げた。しかし、薩摩から北上した、島津義久に敗れ、晩年には、豊臣秀吉三加の一大名となった。協力三年、1530年1月3日、または5月4日、大友氏20代当主、大友義明の着難として、文後国府内に生まれる。森役は、重臣、入田信成が務めた。 陽名は塩宝師丸。天文九年、1540年2月3日、塩宝師丸は元服し、室町幕府の第十二代将軍、足利義春から一時配慮を受け、義重と名乗る。父、義明は、義重の異母弟である塩吉丸に家督を譲ろうと、格索して、森役の入り田新成と共に義重の拝着を企んだ。天文十九年、 1550年2月に、吉重を強制的に、別府浜脇に当時に行かせている間に、吉重、田口倶楽土助看護や、津久み美雅さ実名不明野菜藤の神、古西山と守るの粛清を計画したものの逆にそれを、察知した吉重派重心が無本を起こし、2月10日に、塩島るとその母を殺害し、吉明も負傷し、2月12日に死去するという政変。 二回崩れの変が起こる。そのため、吉重が吉明の遺言により大友氏の家督を相続し、二十一代当主となった。同時にいるたら半議鎮派は、吉明暗殺の首謀者として粛清された。天文二十年、一五百五十一年に、都王国の大内義隆が、家臣の党高房の無本により自害すると、吉重は高房の申し出を受けて、弟の晴れへ、 大内義長を大内氏の新党首として送り込んだ。これにより、室町時代を通した大内氏との対立に終止符を打つとともに、北九州における大内氏に服属する国人が、同時に大友家にも服属することになり、そを長戸方面にも影響力を確保した。特に、博多を得たことは、大友家に多大な利益をもたらした。工事三年。 1557年に連合で派遣した県民選で、吉重は和光近世市、少数を護送して、官合反譜を求め、議長は和光一人子人を創刊して、日本国王印氏、毛利博物館元奏を用いて調校した。また復権を目論む、おじの菊池義武の反乱を退け、天文23年、1554年には、菊池氏を滅亡させて、 日後国も確保した。しかし父の不慮の死、さらに吉重が、キリスト教に関心を示して、フランシスコザイルラ宣教師に、大友領内でのキリスト教布教を許可したことが、大友家臣団の宗教対立に結びつき天文十二年、1553年に一万田アキ賞、後に即室となる一万伝府人や一万田、明術の父と、宗方昭久兄と、服部右京之助。 工事2年、1556年には、小原明元が無本を起こすなど、静死対立事件、吉重の知性は、当初から、苦難の多いものであった。また、この頃に吉重は、本拠地を、府内から、入東城、薄木城,城に移している。さらに、工事3年、1557年、大内義長が、毛利元成に攻め込まれて自害し大内氏が、 滅亡すると、大友氏は、津央方面への影響力を失ってしまう。元成が北九州に進出してくると吉重は、毛利氏との対立を決意し、これと内通した、地区全国の秋月文子を滅ぼすなど、北九州における旧大治領は確保することに、成功した。吉重は、天文23年、1554年に3代将軍、足利義照に鉄砲や、 火薬調合所を献上するなど将軍家との関係を強化していたが、A62 年1559年には吉照に多大な献金運動をして、同年6月には武前筑前の守護に任せられ、同年11月には九州短大に部任された。A63 年1560年には左衛門の正しに任官する。このように吉重は、明日ともに、 九州における最大半島を築き上げ、大友市の全盛期を喪失した。しかし、A65 年、1562年には、文字城の戦いで、毛利元成に敗れた。同年に出家し、旧安宗林とゴース。A65 年9月13日、宇佐八幡宮への寄進を表明して、毛利氏に対する戦勝を祈願した。毛利氏の行為を具体的信仰であるのみならず、 八万大菩薩の神敵と非難している。即、世俗の次元のみならず、信仰の次元においても、敵の不正義、味方の正義を強調している。このことは、武士や平民を動員する上で、宗教上の大義を掲げる必要があったからである。その後も足利将軍家には多大な援助を続け、A66 年、1563年には、足利義輝の昭番衆に任せられ、 A67 年、1564年にはヨシテルに、毛利氏との和睦の調停を依頼して、北九州の権益の確保を実現するなど関係は密であった。毛利氏は、山陰の天腰を滅ぼすと、再び北九州へ職史を伸ばすようになり、和睦は破れる。A60 年、1567年、武前国や筑前国で大友方の国人が、 毛利元隣と内通して放棄しこれに重心の高橋明も加わるという事態になったが、総林は立花同刹らに命じてこれを平定させた。また、この毛利氏との戦闘の中で総林は宣教師に鉄砲に用いる火薬の原料である小石の輸入を要請し、その理由として自分はキリスト教を保護するものであり毛利氏はキリスト教を弾圧するものである。 これを打ち破るために、大友氏には良質の小石を、毛利氏には小石を輸入させないようにとの手紙出している。A62 年、1569年、非全国で勢力を拡大する、竜像寺高信を討伐するため自ら軍勢を引いて侵攻するが元成が、地区全国に侵攻してきたため、慌てて撤退する。そしてタタ浜の戦いで、毛利軍に打撃を与える一方で、 重心の吉岡長像の震源を受けて、大内氏の残党である、大内照広に、水軍州の若林陳境をつけす王国に、上陸させて、毛利氏の広報を脅かし、元成を、秋国に撤退へと追い込んだ、大内照広の乱。経済面では、博多や堺の豪商のみならず、府内の豪商中屋県通、中屋州越市を交遇して御用商認可し、 はかりと奮闘の高流権益を授け、対外貿易の実務も担わせた。宗越は、薄木城下の当人町県の町に、広大な屋敷地の保有を認められ、後には、豊臣秀吉からも交遇されて、京都方向時代仏典造立寺に奔走する。南蛮外交、東南アジア外交においては、日本の戦国大名では最も早い天正年間に、 カンボジア国王との前輪外交関係の締結に成功停留。ヨシシゲがカンボジアに派遣した交易船は、キロの天正元年、1573年8月に、銀ス、鹿川等を積んで、薩摩の港、アクネに台風避難気候指消息を立った。また、カンボジア国王が天正七年、1579年に、ヨシに向けて派遣した交易船には、 鏡匠、みたくみ、象が乗り込み、道重、八郎が積まれていたが、前年耳川の戦いで優位に立った、島津義久による、経済差によって抑留された。元気元年、1570年、再度非全国に侵攻するが今山の戦いで敗れ、龍蔵寺高信に弟、親手を打たれた。ただし、これは、竜造寺氏にとって、局地的な勝利に過ぎず、この時点では、 大友氏の非善支配が維持されていた。その後は、筑後国や非善国の反竜造寺勢力を先導するも、竜造寺氏の勢力の膨張を防ぐことはできなかった。天正四年、1576年正月から2月18日、以前の時期、家徳を長男の吉宗に譲って隠居する。家徳相続はなされたものの、天正五年頃までは、宗林、 吉宗との共同統治がなされていた。天正五年1577年、薩摩国の島津義久が日向国に侵攻を開始すると、僧林も出陣した。しかし、天正六年1578年に耳川の戦いで島津軍に敗れ、多くの重心を失った。耳川の戦いの原因となった島津軍の北上の一員には、 毛利輝元の下に亡命していた足利義明の影響を指摘する説がある。義明は毛利氏が上落に踏み切らないのは総林が背後を脅かしているからだと考え、島津氏をはじめ竜造寺氏や長祖壁氏らに大友氏を攻めさせようと外交工作を行ったとされる。その結果、総林は将軍の上落を妨害する六カ国の京都と球団され、周辺の大名を ことごとく敵に回すことになった。総林は、小田政権に接近してこの苦境を打破しようとする。さらに天正七年、1579年頃からは、鎌木市、草野市、黒木市などの畜後国の諸勢力が、大友市の影響下から離れ、また、家督を譲った吉宗とも、二元政治の確執から、対立が深まり、以後の大友氏は衰退の一途をたどる。なお、 耳川の戦い直前の7月、総林は宣教師のフランシスコ・カブラルから宣令を受け、宣令名をドン・フランシスコと名乗り、正式にキリスト教徒となった。以後、家臣へ宛てた書状の中などでは、自身の署名として、フランを用いている。改修の背景として、総林の関心は、かなりの程度、信仰がもたらす、現世利益にあったと考えられ、また、それが、 ソーリン個人のみならず、大友家中の人々に、キリシタン信仰を広める上で有効な面もあったと、叫いる。耳川の戦い後、大友領内の各地で、国人の反乱が相次ぎさらに、島津義久や龍造寺高信、秋月種金らの信仰もあって、大友氏の領土は侵食されてゆく。ソーリンは、本州で大勢力となった、織田信長に接近し、 島津氏との和睦を圧戦してもらう。さらに、信長の毛利攻めに協力することなどを約束していたが、本能寺の変で、信長が倒れたことによりこれらは地えとなった。天正十二年、1584年に、沖田縄手の戦いで、龍造寺高信が、島津義久の弟、島津家久に敗北を起死し戦死すると、立花同説に命じて、筑後進行を行い、 筑後国,国の大半を奪回した。しかし、天正十三年、1585年に、同説が病死してしまい、これを後期と見た、島津義久の北上が始まることとなる。家臣の高橋将軍、立花重茂伏の奮戦で、島津軍の進攻を遅らせたが、岩屋城の戦い、大友氏単独で、島津軍には対抗できなくなっていた。このため、天正十四年、 1586年、総林は、中央で、統一政策を進める豊臣秀吉に、大阪城で越見して、豊臣参加になることと引き換えに、軍事的支援を懇願する。これに対し、島津義久はその後も、大友領へ侵攻し、豊か殺合戦、同年12月には、島津家久軍が突撃側の戦いで、大友支給園に赴いた。 豊臣軍先発隊を壊滅させ、さらに、大友氏の本拠地である、文後府内を攻略する。この時、薄木城に牢城していた総林は大砲を、国崩し、フランキ砲を使って、薄木城を守った。しかし、大友氏はもはや数ヶ月すら持ちこたえられないところまで来ており、滅亡寸前にまで追い詰められた。天正十五年、1587年、滅亡寸前のところで、 豊臣秀長の軍勢が、武前大村に置いた先着していた、毛利輝元、浮北秀家、宮部慶淳らの軍勢と放流し、豊臣軍の総勢10万が九州に到着。同年4月17日に、日向国根城坂で行われた、豊臣秀吉軍と島津義久軍による、合戦、根、ね、白坂の戦いにおいては、取出の首相、宮部慶淳らを中心にした1万の軍勢が、 空堀や板塀などを用いて、取り出を研守。これを、島津軍は突破できずに、戦線は、膠着状態に陥った、秀長貴かの東道高虎の五百名と、浮田ひ秀え家の戸川通康の手勢らが、守る四奮闘の形順を救援に向かった。結果、島津軍は、島津忠地か、猿渡信光が戦死するなど、甚大な損害を出して、敗走した。 この戦いは、文後国にて防備を固めよという秀吉の命令を遵守せず、独断で開戦、突撃側の戦いに臨んだ上で敗北した戦国秀久の失態を挽回、秀吉による九州平定を盤石なものにし、窮地に陥っている大友義主を救った戦いであった。5月13日、秀吉は秀長へ、全11家条の上場を下す。 大隅、日向両国の人質解放を命令したこと、長祖壁信近の戦死を痛み大隅国を、長祖壁元地下へ下す予定、島津義久幸福の様子、毛利輝元、小早川隆影、吉川元長を、薩摩国に偉人させること、死が近継ぐの忠説に報い大友総麟の判断で、日向国内に城を与えること、大友吉宗と談義し、 文語国内の不要な城の破却命令、日向国における、大友総林の治療取り分は、総林の覚悟次第とすること、浮北秀家、宮部慶順、八塚家政、李東千、黒田義隆に、日向国、大隅国、文語国の城不信及び城ありを命令、武全国の不要な城の破却と文を、武全国間に一条構築すべきこと、越見行為は成敗することを通達。 大友家文書録。総林は、選挙区が一気に逆転していく中で病気に倒れ、島津義久の降伏直前に文語つくみで病死した。58歳。死因は地筒が有力とされる。九州平定後、秀吉の命令で、吉宗には文語一国を安堵された。秀吉は総林に、日向国を与えようとしていたが、 統治意欲を失っていた総林はこれを辞退した、もしくは直前に死去したとされている。墓は、大分県津久美市内と京都市北区の龍宝山、大徳寺の達中寺院である、随宝院にある。さらに、津久美市上宮、本町の響き、流山長泉寺に位牌がある。肖像画は、随宝院に所蔵されている。総林の死の直後は、 キリスト教式の葬儀が行われ墓は自邸に設けられたが、後に吉宗が改めて府内の大知寺で仏式の葬儀を行い墓地も仏式のものに改めた。その後、墓は荒廃したが、完成年間1789から1801年に葬林の家臣の末裔である薄木城豊が慈悲で改装した。つくみ市内の現在の墓所は昭和52年。 1977年に、当時の大分市長、上田保によって新たに、キリスト教式の墓として、従来の場所から移されたものである。文化人としての活動は活発で、書画、茶道、農、蹴鞠などの書芸に通じ、古くから中央の文化人を招くなどしている。大友後輩期によると、僧林は家督を継いで3年余り後、 大友家政道上場という十九カ条よりなる文、国宝を制定発布したとしている。これは、制度十九条と呼ばれている。それまでの大友氏の文国宝としては、大友義長が制定した、大友義長上場、大友義明が制定した、新大友義長上場がある。この制度十九条には重心宛に発した指針があり、文国法と断定するには、 問題があるともされている。また、梅木俊二らはこれを確かに、宗林の制定したものと主張しているが、富山三清らは偽作だと主張している。など七人の側室がいた、以下、吉重から返記を賜った人物、吉重記の主な家臣を掲載する。太地の儀、陳、僧、林の字を含む人物は吉重から返記を賜った人物である。内に、 血縁関係や別名、通称、役職などを掲載しているが、長文になる場合は客中に掲載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。